皆さん、こんにちは。レック専任講師の根本です。この動画では、レックの3月からの登連模試、それがどういうものがあり、そしてそれをどう活用するかということをご紹介させてください。3月からどんな模試、登連があるかといいますと、まず3月の冒頭、3月の方で、実力判定模試というのがあります。これは、本試験レベルと若干下目、若干下目のような当連になって模試になっています。 で、その後、本試験レベルと全く同じもの。それを当連形式やっていきます。ただ、当連形式。毎回毎回、全科目をやるわけじゃありません。1、3、5。これは5前科目だけ。2、4、6については5科目だけ。5前科目だけ、5科目だけで、全部で6回、訓練をしていきます。そして、その後、全国公開模擬試験。 全国スーパーパ公開模擬試験これはまさに午前午後すべての問題をセットにした模試になります4回もあるんですがこれ基本的には本試験と同じレベルを設定してますただ本試験でも優しい年と難しい年があると思いますどの回がどれとは言いません4回分けてるのはレベル設定が若干あるんです本番のシミュレーションとして 午前後を受ける優しい本試験の年難しい本試験の年に合わせて解いていってくださいではこの模試当練をどのように活用すればいいかですまず冒頭のこの全国実力,実力判定模試これを受けることによって現状把握をしてくださいご自身が今どの科目が強くて どのの科目が弱いのかどこで時間を食ってしまってどこがスムーズに解けるのかご自身が今どんな状況かっていうことを把握してくださいそうしましたらそこから次の模試までの間にその弱点をどんどん潰していってくださいその弱点を潰しながらもファイナル編というのを受けて 日々軌道修正を図ってください。そしてこれこ力を蓄えた状態で、じゃあ実際に自分の力になっているのかということを最後の模試4回で試していってください。また、このファイナル編、午前午後で分けていると言いました。ここではいろんなことを試してください。例えば問題を解く順番。 普通りり頭から解くというのもありますですが例えば午前科目憲法の初めでしくじると嫌だから民法からやっていくとか調子が乗りやすい会社法からやっていく5科目頭からずっとやってもいいですが記述から解いて択一に移るもしくは登記法の択一を解いてから東京の規律を解くいろんなことを試してみてください。試す期間にもなります。 で、その試した結果、自分のやり方を確立させる。で、確立させたら、それを模試で試していく。もうここまで来たら、やり方を変えちゃいけません。このファイナル編でやり方を確立して試していくと。いうふうに使ってください。そして最後に、絶対やってほしいことがあります。ファイナル編から、毎週のように模試当練を受けます。 必ず毎週、結果を見て、次の週の勉強のやり方、修正をかけてください。民法の方がうまく取れなかった。二重丸の問題を結構落としてると。よし、じゃあ次の週はちょっと民法を強めにしよう。一方、会社法はしっかりやったから、ほとんど間違えなかった。よし、じゃあ今週は会社法の学習時間はちょっと減らそう。 こんな感じで毎週毎週受けながら自分の学習、直前期学習の軌道修正をかってください。短期で合格している方はなんだかんだでこういった軌道修正を使ってます。ぜひ、レックの通れ模試を使って有意義な直前期学習を過ごしてください。以上でこの動画は終了いたします。直前期になります。あと3ヶ月です。頑張ってください。